内山老子提唱消防現像諸悪魔草第5回昭和55年11月15日京都総選寺にて収録。主膳は武行なりといえども字にあらず字に知られるって、そっから主膳は武行なりといえども字にあらず字に知られず他にあらず他に知られず自他の知見は地に字あり他あり剣の字あり他あるがゆえに格格の格眼勢それ日にもあり地にもありこれ武行なり武行の小刀陰文字に現状の公安ありとも公安の市場にあらず公安の苦渋にあらずさらにこれを本業と言わんや左前の武行なるといえども敷きたくすべきにはあらざるなり今の武行これ格言勢ないといえども敷きたくにはあらず法を敷きたくせんために炎上するにあらず発言税の敷宅は予報の敷宅と同じかるべからず主膳無無敷宅等にあらずただ無行なるのみなりいずれのところの現状いずれの時の現状も必ず無行なりこの無行に必ず主膳の現状あり現状あ武行の現状これ公安なりというとも消滅にあらず因縁にあらず武行の入術流出等もまた格のごとし主膳の中の一膳すでに武行するところに人法全身真実地と共に武行せらるるなりこの善の因が同じく無行の現状公案なり因は先川後なるにあらざれども因円満しか円満す因と法と加藤法となり因にまたれてか関ずといえども前後にあらず前後等の道あるがゆえにまあそうなんですまた初めての方もおられると思うので例によって今までのところをちょっとまとめてお話ししておきますとこの巻はこの一番初めのこのところに出ている古物いわく諸悪魔草修善奉行医療5位是所仏教ですねこの七仏通戒の下についてですね道元禅師が仏法として提唱されているわけでこの仏法としてということね、この仏法としてということが世間話とねいわば次元が違うんですね。もうそれだから話が難しくなるわけです。でその普通考え見ている世間の人が見ている世界はね、いつでも名前だけでもってことをするんだよ。要するにこれまあ毎度お話のこの話は毎度お話ししてるわけだけどこうやって生まれてくるとこれ真っさらな世界見てるわけですよ赤ちゃんがね今我々が見ている世界を真っさらな目で見ているところがそれ、だんだん赤ちゃんは人間理性を持って生まれてるわけだからね。そうすると人間的な理性でもって、分別が
働くようになる。そうするとそれに応じてお母さんがそばからその言葉を教えます。まあ、例えばね、ワンワンとか言って言葉を教えるから、と言葉をとともにこうだんだん世界がはっきりしてくる。人間としてね、赤ちゃんにとって、そしてもう育ち上がった頃には言葉だけの世界に見てるわけです。言葉が実在してる、そしてもう真っさらな世界を見失ってるわけです。だからさ、例えばこれとあコップだこうみんな思うわけね。それでコップっていうものの言葉だけで通り過ぎちゃうわけ。ところが前と言うようにコップだってね、同じコップを我々見てんじゃないんだってことね。で、私は私の角度から私の視力を持ってこっちの方からの光線加減で見てんだし、皆さんたちは皆さんたちの角度で、皆さんたちの方も光線加減で、皆さんの視力を持っておのおの見てるんだからね、これで全く違うんだ。それコップって同じコップ見てるんだって、こういうふうにこれ概念で通り過ぎてるわけです。現ナマは来たらもうみんな違うんだ、これ一つ見るんで。それでこの前も話したように、お母さんがその百万の大衆を前にしてその花を一つ念ぜられた、こうね、花を持ち出されたんだ。そしたら百万の大衆がみんな何だか分かんないでポカンとして、ただお釈迦さんが花を持っただけだ。ところが中華商尊者だけがにっこり笑った。そのにっこり笑ったがゆえに、笑ったところにはね、お釈迦さんが、我に称号現像、涅槃明心あり、若歌唱に付属するってね、言ったっていう。これ、歌唱尊者がこれ、こういう、あれ花だって、そういうんで、概念として通り過ぎたんじゃないの。それで本当に実物見てるっていうところににっこり笑うとこがあったわけね。それで異人伝心だから伝法法が伝わる、ね、それでつまりその仏教の世界はね、その言葉で通り過ぎる世界じゃないんです。そうでなくって現生の自分の見てる生命の実物って、これだけコップ一つに限らないんですよ。この全てのどれもこれもみんな、あれですね、みんな自己切りの自己のものの見方してるんだ、みんな。で、言葉っていうんだ、言葉は通用するからっていうけど、その言葉がどれほど通用するのかって、これ通用の仕方がみんな違うじゃないですか。そうすればやっぱりこれもまちまちなんだ。一応通じているように見える。しかしその通ずるっていうこと、それぞれにがもう自己入りの自己。そうするとね、我々誰も彼も本当の生命の実物から言ったら自己入りの自己を持って生きてるんだ。これがね、仏教の仏法の語られる地盤なんですね。水晶語言語の語られる地盤、この本当の生命の実物っていう地盤を考えないで晶語言語を読んでいたら全く何にもわからない。それでまあこの生命の実物地盤の話はいつでもこのあれではいつでもこの話を繰り返してるわけだから、いつも来られてる方はいつもまたコップかってコップの話で見てます。でね、その生命の実物地盤から言うと自己っていうのね、この自己っていうの、これを自己はね
私の生命体験するこの生命 体験することにおいて私は生きている。だからあらゆるもの、あらゆる存在はその生命体験を通して初めてある。わかりますか。自己はですね、この生命体験、この生命体験を通して生きている。あらゆる存在はこの生命体験してある。それで結局の話、これが実物だ。生命の実物はこのように刻々の生命の生命体験だから、この生命、その本当はあれしたらね、事故って言って、事故が一貫してるんじゃない、刻々なんだ本当は。で刻々っていうことから、あのその次は宇治の巻をやりたいと思ってるけど、その宇治っていうのも刻々なんだ。刻々だから、刻々でもって、しかも実物としてあるから宇治結局はね。で宇治の巻って、まあ、そういう巻、結局ね、正法眼蔵はいつでもこれだけ言ってるわけです。そして仏教としての用語を言えば、この自己が生命体験を通して生きてるっていうの、これを真実、こういう生きてるっていうことを真実、それからあらゆる存在、これあらゆる存在が生命体験してある、これが法です。それで心房一如っていう言葉があるけど、心房一如、これが生命の実物、これ合成式、心房一如で、だからこの心房一如のこれを伝えるっていうのは、だから自己切りの自己の世界だからね、自己切りの自己の世界だから伝わりようがないんだ本当は。しかしながら異心伝心っていうのをね、言葉を超えたところでスイッチがつくこの、沢広氏はまだテレビのできた近所の 時だったからね、だからラジオ、テレビじゃない、ラジオができた近所の頃から話してるんだから、それでラジオのこれ、このここにダイヤルがあるね、こうしてぐるぐる回しながら、ウィーンウィーンってで、パッとこうつくと、ラジオは宇宙いっぱいのその生命の、あれですね、波長があるっていう、波長があるっていう言葉は、まあ、田脇老師のその前段でも読んでもらったり、波長があるっていうことはよく言ってる。俺、あれですね、ダイヤル回して、そして、ちゃんとこの心房一如、だからこれ、あらゆる、これはあらゆる存在だからね、あらゆる存在だから宇宙いっぱいだ、宇宙いっぱいのところにこれ自分がピチッとこう波長があったときに、その話ですね。結局この心房一如、生命の実物、これが根本だ。でこれがだから人一切自己切りの自己だ。この人一切っていうのはこうですね。これで
人一切法だし、自己切りの自己っていうのはこの自己だ。この仏法の話は人一切自己切りの自己の話、それを実際にやるのが座禅で、これ自由三昧とこういう。で座禅してな、なんか悟り求めてるって言うんだら、それだったら俺と悟りと向こう側にあるからね、それ他との兼ね合いの話になるから、これは本当の、自由三昧にならない。自由三昧って言ったらもう自己切りの自己のとこから初めから座るんだ。だから仏道を学するのに自他の剣をやめて学するないって、あの弁道話にあったでしょ。初めからじゃあの自他っていうね、そういう自と他と、そういうものの見方じゃないんだよ。もう人一切自己切りの自己、そこへこう座る。で結局ね、その他との兼ね合いなし、他がないんだから。だから他がないんだったら自もないはずじゃないか。そりゃそうなんだ。人一切って言ったらね、もう自とは言えない。しかしながらその人一切の中にいろんなこうあれが現れてるからね、それでそういうものに対して人一切っていうのを、一応自と名付けてるだけだ。いつも言うように一家の中で、その確かに あなたは子供に対しては お父さんだ。しかしながらその奥さんのお父さんであるわけじゃないんだけど、奥さんはお父ちゃんって言うでしょ。そういうようなもんだ。でだから本当は自己切りの自己っていう限り自とも言えないんだけれど、一応その一切のこの人一切の 中身がこういろいろなものがある。それに対して、それでそういう子供に対して人一切を自己とこういうね、自己切りの自己で、まあそういう世界がね仏法の地盤なんですよ。ここのこれが根本なんで、結局あの道元禅師が正法眼蔵書かれてるのは座禅の中身書いてるんだから、どこまで行っても座禅の話だ。この人一切自己切りの自己っていうのは、これは世間の人には分からないんだなってつくづく思うね。このしかしながらそれに間違いないんだ、実際の話、実物から言えばね。で今ね、今の問題は諸悪魔草修善奉行の話だ。あと諸悪魔草修善奉行っていうのもね、善いいこと悪いことっていうのが私より自己より外側にあってですね、それで悪いことしない、いいことすると、こういう話なら他との兼ね合いの話になる。それでそれなら人間社会のその倫理道徳修身の話だ。それで仏法の話にならない、それだけじゃ。で仏法の話としてはその今言う自重三昧、人一切自己切りの自己なんだから、その中に善と悪とっていうのは、これを不思議な話でしょ。一切人一切自己切りの自己っていうのは、それでしかも善を悪をしてはならない、善をしろっていう話だから、これは不思議な話だ。これ一体どういうことか、結局ね、要するに普段我々はいつでも一切分の一と思ってんだ、自分が自分というものをね、
自分をあらゆる世界、この世界の中のたくさんいろんなものがある、それの中の一個と思ってから、一歳分の一の自分を考えてんですね。それでもってみんなが自分の気持ちを理解してくれない、私は孤独だってやってるのが世間の人だね。でこの一歳分の一の私としての、これ私がだね、これ一歳分の一の一歳分の一っていうのがたくさんあるわけですよね。こうたくさんある、そういう世界の中に普通は考えてるのは、これ一歳分の一、そしてみんな一歳分の一のものに取り込まれて生きてると思ってる。それでこれが悪いこと、これはいいことと、こういうふうに思う。要するに横的関係だ。横的関係で諸悪魔草修善奉行ということを考えてるわけですね。だからそういう話ならあれです、倫理道徳修身の話だということ。ところが今はそうじゃない。だいたい一歳分の一歳なんだ。一歳分、私は一歳分の一歳。しかしながらその中に善と悪と、悪いことしちゃいけない、善をしようって、これどういうことかっていうとですね、結局その一歳分の一歳でいながら、同時に私は一歳分の一の私でもあるんだからね。この私っていうのは一歳分の一、一の私でありながら、また一歳分の一歳、生命体験する生命体験において生きてるんだから今ね。だから一歳分の一歳でもある。これをね、まあ私の言葉で言い換えれば、本来一歳分の一歳、しかし生来的に言ったら、生まれてきた私としては一歳分の一だ。でね、一歳分の1、私は生来的には1歳分の1として生まれてるんだが、本来的にはいいですか、生来的には1歳分の1だ。本来的には1歳分の1歳ですね。だから生来的には一歳分の一なんだけれど、本来的には一歳分の一歳だから、だから生来的な一歳分の一の行動はやめると。これが要するにエゴイズム的な一歳分の一として行動することはやめるっていうのが、これ諸悪魔草から本来的に一歳分の一歳なんだから、一歳分の一歳として行動するっていう、これが修善奉行だ。だからこれ横的じゃなくて、今一歳分の一歳なるがゆえに一歳分の一歳を行動するっていうのは、これはここ何ていうかな、これ図に書けないね、この深さの問題だ。一歳分の一歳である、自分が一歳分の一歳になると自己の深さの問題だ。これ、縦的な深さだ。諸悪魔草修善奉行ってはそういうような意味持ってるね。それだから それをしようとしまいと、一歳分の一歳どうせみんな生きてるんですよ、絶対事実としては。しかしながらそれをだから一歳分の一歳として行動するっていうの、
これがあれですね、症状の種っていう、症の文字、症状の種。あるいは首相一女、こういう修行する、今一切分の一切として行動する、その修行のところに一切分の一切が実現するんだ。我々本来一切分の一切は生きてんだけど、大概実現しないで、そしてあの一切分の一としてだけしか行動してないわけですね。それを一切分の一切を生きてるがゆえに一切分の一切を成ずる、そこのところに一切分の一切が事実現状する、現状するっていうのは現在なるってことだね。事実なる、現在が現在になる。それでまあ大体その諸悪魔草修善奉行っていう世界はそういうような世界です。今ここに正法現像でね生きてる。でこれを具体的にもし言ったらどういうことか、例えばね、今我々が座禅するの、座禅という自由三昧ですね。この自由三昧は自一切自己切りの自己の、いわば座禅は仏道の正門なりというかね、正門っていわば正門だ、本当に正しい門だ、裏口入学じゃないんだ。それで本当に堂々とあの自一切自己切りの自己をやるあの門ですね。この座禅の時にどっちどう転んでもだ、だから人一切というのはどっちどう転んでも自己切りの自己ってことでしょ。だからどっちどう転んでもいいんだから、まあ座禅しながら居眠りしててもいいっていう、そんなんじゃないんだ。居眠りはやめるっていうかね、それから考え事もやめるっていう、これが諸悪魔草だ。座禅しながらね、座禅はどっちへどう転んでも自己切りの自己、いいですか、どっちへどう転んでも自己切りの自己なんだから、その居眠りや考え事はやめるっていう、それが諸悪魔草だ。こうして人一切自己切りの自己だから、いよいよ人一切 自己切りの自己として竜のわだかまるがごとく、虎の山に夜がごとく、生き生き堂々と座禅を、骨組みと筋肉で座禅の姿勢を狙う、これやるってね、これが修禅奉行だ。いわば自己切りの自己の世界の中に諸悪魔草と修禅奉行っていうのはそういうあり方をしてる、いいですね。それからもっと座禅の場合はそうだ、今度はもっと実際生活としてはどうか。実際生活としてはね、我々本当にね、どうせね、これ思っても思わなくても、信じても信じなくても、受け入れても拒絶してもね、みんな人災自己切りの自己生きてんですよ。みんな失敗しなくていいんだ、これから俺はなんとか修行して人一切自己切りの自己になろうって、そう思うから違うんだ。そうじゃない、みんな人一切自己切りの自己を生きてる、これからの話じゃない、みんな そうでなきゃあの生きちゃいられないんだから。私がいつも言うように、天地いっぱいからの食物を食べ、これね、米一粒でも大根一粒でも、あ、大根一粒っていうのはおかしいけど、大根一切れでも、豆一粒でも、みんな天地いっぱいからできてくるんだ。その天地いっぱいの食べ物を食べてさ、それから天地いっぱいからの水を飲むんだ。
これ水だってこれ天地いっぱいなんですよ。天地いっぱいでなくて水ってことはありえないんだ。それでまた天地いっぱいからの空気だを呼吸してる。そして天地いっぱいからのその命をこう生きてんだね。これあの心臓の鼓動にしろ、あの血液の循環にしろ、これ天地いっぱいなんだ。だからそういう天地いっぱいの命を生きてる。だから天地いっぱいこそ俺の帰るところだ。天地いっぱいの引力に引っ張られる。そしてその天地いっぱいの引力に引っ張られて天地いっぱいを行ずると、こういう。これがあれですね、うん、その大切なんで、それをみんなはそういう生命を充実して生きていないっていうだけなんだ。いつもどういうふうに充実して生きていないかっていうと、俺の考え、俺の考えっていうのもこれ大体はあれですね、天地いっぱいとこからこう出てくるわけですね。だから分泌物だ。どうせ胃液が分泌する、唾液が分泌するって、みんな分泌染み出してくるんだ。この分泌物で行動してんだわ。みんな俺の頭で考えた。それで俺俺っていうね、1歳分の1の行動をするっていうのはね、1歳分の1、このエゴイズムで行動するっていうのは結局分泌物で行動してる。それを今やめて、そして結局やめるって、今分泌物を手放しにすることだ。エゴイズムを手放しにして、とエゴイズムを手放しにしたところね、そのどれもこれも天地いっぱい、天地いっぱいの私が天地いっぱいのものに出会うと、ものにも物に出会うのも天地いっぱいからの何かのことをするんだよ。仕事をするっていうことも天地いっぱい、だから人に出会う、これも天地いっぱい、みんな。それで結局ね、私が天蔵教訓の人生料理の本っていうのを書いてるけど、結局出会うところは生命なんだ。私が出会ってるのはどこもここも何もこかも天地いっぱい、私の生命。それで私の生命として出会う、私の生命の分身なんて、普通の日常生活においてね。だから、まあ私は天蔵っていうのは、僧侶の天蔵っていうのは台所仕事ですね。台所仕事を私がちっと長かったね、天蔵。25年は天蔵やってた。だから、いや、私のは全てのみんな長いんだわ、長期間だ。ちょっとやるって言っても長期間。25年間、小僧で天蔵。その時に、だから、飯炊き、釜洗い、味噌汁作り、何もかも。で、また正倉林の天蔵って言ったら何もかもやらなきゃならないんだからね。そんな台所仕事だけじゃない、畑もやらなきゃならないし、薪も作らなきゃならないし、掃除もしなきゃならない、漬物もつけなきゃならない、宅発にも出ていかなきゃならない、何もかもなんだけど、とにかく天蔵やってる自分ですね。これ天蔵教訓読めばこそ、私それ25年もやったの。天蔵教訓をこの本気になってやればこそね、読んでいればこそ、天蔵教訓にはなんとある、教日通夜、教日っていうのはまああれですね、一日中教日通夜、物来たりで真にある物、その向こう側のもの、それが
たって私の心にある。心期して物にあらしめ。だから物と心と私と仕事と全く一つになってる。物期待で心にあり、心期して物にあらしめ、一等他と共に弁当すっていう言葉があるね。全く一つになってやってる。これ、自分と 他と主観と客観と、だから一枚の境地のところってね、これのあれの、なんかそういう神秘的境地だ。そういうその趣味人がいるから困るんだ。道元禅師の言われてるその四角一体っていうのはそんなね、あの趣味の話じゃないんだ。もう実際に自分で身をもってそのものに飛び込んで事実やるっていうんだ。だから天蔵は万を持って同人となすって天蔵の仕事はね、助けをかけて働くことが同心だということですね。実際にやらないか、それ釜洗いながら、その釜と俺と一つのところでどういうことかって、そういう時に到達したいって、そのくらいのことをね、世間の人がそんなに神秘的な時代、実際に働いて、その釜の棒を洗うって言ったら、でも当たってるよ、だから当たってどうぞっていうね。だから水一つ使うのも自分のその、この血だと思って大事に取り扱わなきゃならない、こういうこと天蔵教訓にありますがね。とにかくこれ天蔵の時に、まあ私は25年前やってて、俺これでもってこんなね大所仕事をして、の下男みたいな仕事をして、これ30過ぎから55までやってんだからね、それこれでいいもんだろうか、俺の一生これ一生飯だけで終わっちゃうんじゃなかろうか、なんとかこれ出世しなきゃその頃私 の友達たちって言ったらさ、それこそ30過ぎだったらもう花のあれ、あの班長のやつがいたじゃん。40代になったら花取り越して課長じゃないか、50になればもうあれだ、重役や社長になってる年じゃないか。その時代に私ただ飯炊きしてた、これでいいもんだろうかって考えないわけにいかないじゃない。しかしそれを手放して、そしてとにかく天蔵だけ一生懸命やるということ、そしてこれ天蔵やっていって、そして一旗あげるぞって、そんなことを考えるわけでもなし、ただ出会うところ我が生命と、それだけなんだ。その出会うところ我が生命というだけを私天蔵教訓にそうあればこそ一生懸命やったんだね。そして結局ね、そのだから、その態度が一番大切なの。でこれをまあ今まで読んできたそのこの諸悪魔草の文で言えば、その これのね、1枚2枚めくってください。そして2枚の裏のところに一番初めの行の下のところから、諸悪すでに作られず成りゆくところに修行力たちまちに現状、この現状は人知人海人事人望を領として現状するなり、その領は末さを領とせりとあるね。結局何の他との兼ね合いなしにただやってる、そこのところにね、修行力たちまちに現状する、
その量は人事人海人事人望を量として現状せめないと、これその人一切事故を現状するんだ。そして結局ですね、いかなる他との兼ね合いもなしにっていうことが大切なんで、このマクサなりマクサなりとね、まあ4枚、これ1234枚目めくったあたりが、この3行目のとこから、諸悪は因縁生にあらず、ただ幕さなるのみだ。諸悪は因縁滅にあらず、ただ幕さなるのみだ。そうやって、それから今幕さなるのみなり、幕さなるのみなり、幕さなり幕さなりっていうのがたくさん出てます。結局はそのエゴイズム、俺が利己的な自分、これを手放し手放しって言うのは、それがマクサだ。この実際に修行の日常生活で諸悪マクサ修善奉行をするって言ったら、結局俺を手放し手放しする、これがマクサ。そして今はこのマクサの話はもうこの読んできたわけですが、今は修善奉行の話だ。この修善というのも今何も自分より外にあるんじゃない。でこの前読んだところですが、この前読んだその 1,2 これページ数が書いてないから、ちょっとすぐ2,4,1,6 6枚めくったところの裏の 2,4,6 行目の下のところですね。 この前本当はちょっと読んだ、修善これ因縁生にあらず因縁滅にあらず、修善は処方なりというとも処方は修善にあらず、因縁と消滅と修善と同じく図心あれば微心あり、こういう言葉出てましたね。これは例えばね、この修善は因縁生にあらず因縁滅にあらずというね、例えばこれ今ここで私がこうやって話させていただくっていうことね、これは私にとって、何て言っても修善だ、結構な修善だと思う。しかしこれね、この会で皆さんにこうやってお話しさせてもらう、これも本当は、因縁がないわけじゃないと思うね。例えばこの宗泉寺の北条さんが私に消防現像喋ろいう、まあ、進めてくださって、そしてこういう会場も提供してくださってると、これは大きな因縁だと思う。それから皆さんにしても、まあ、今日この会にどういうことでこの会に来られたか、これやっぱり因縁があって来られてるんだわ、遠方からもわざわざ来られるんだからね。私は私なりにこれ今ここで喋る限り、これ因縁があってやってくる来て今喋ってる。だから全て因縁があるわけだけど、こじゃそうじゃない。今主伝これ因縁生因縁滅にあらず、これはどういうことかっていうと、今本当に私が今これ喋ってるっていうことはね、そんな因縁を考えてる話じゃないんだ。これ因縁のこの会はどういう因縁であるって言って、そんなことを考えるのは外部観察すれば、外部からね見ればこの会はこういうような因縁ということは言えるけれど、今ここで喋ってるっていう私のそのものとしてはそんな因縁話じゃないんだ。それでただその私が今喋っている実際はですね、その今事実私の網膜に皆さんの顔が映ってる。
そしてこの顔を見ながら、そしてですね、つまり皆さんぐるみの私として、だから人一切自己切りの自己としてだ。そしてだから皆さんがどんどん退屈してるような顔してるか、眠そうな顔してるかっていうね、そういう顔はなるべくさせないようにっていうことね。そしてその皆さんがいかにも納得したようなキラッとした目光らせるようにっていう、それが狙いだ。そして結局の話、人一切自己切りの自己の仏法の話しなきゃだ、世間話したでしょうね。大切なのは人一切自己切りの自己の話ね。それが皆さんのそのあれに少しでも染み込んで、こう納得してキラッとこうね、あの光らせるっていうような、そういうようなところを狙いながら、ただ自己切りの自己としてやってるんですよ。これがこの時は消滅因縁の話じゃないんだ、結局は。それで結局の話、私としては物来たりで侵入で侵入して物に荒らしめってね、一等他と共に弁当するっていう、結局出会うとこ我が生命なんだ。皆さんこうして皆さんを前にしてる限り、皆さんぐるみの私なんだからね、それを生きてるわけで、精一杯の話をすると。あれだから私今ここで喋ってるのも、天祖時代に、の飯炊きしてるのも同じことだ。つまりね、そのだから処方のその次、修善は処方なりというとも、処方は修善にあらず、因縁と消滅と修善と同じく、図心あれば美心あると、こう愛していますが、だから今こうやって喋ってる、これは単なる事実として見れば消滅因縁がありますよ。しかしながらね、今本当の自己切りの自己って言ったら、そういうね、客観的に見られたもんじゃない。そしてただやってるんだ、そしてただするっていうところには、消滅と因縁と修善とって、そんなねバラバラの話じゃないんだ。そのただここでする行だけだ、私のね、これ今喋ってるのは私の行です。でそういう私のただするっていう行が正しければ、その結果としても正しい、これが図心理心というかね、頭正しければおっぽも正しい、始終が道にかなうということです。でまあこれが今日これから読むの前提の話ですかね。これそれでもってもう50分経っちゃったそれだから根っから進まない、あのテキストとしては根っから進まないんだけど、私はテキストを読み進むっていうことを目的としていいんじゃない、そうじゃない文法の話をね皆さんに染み通らせる、これだけがあの、狙いなんだからね。だから消防現像たくさんね喋ったんで、そんなの私あれしていない、消防現像をテキストにして仏法の話が皆さんにいかに染み通るかってね、これを 毎回今まで喋ってきた話は毎回やってんだ、実はね。初めての人は初めてかと思って聞いてるかもしれないけど、毎回やってる。しかし毎回やってて、それでだんだんいつも同じこと聞いてて、それでだんだんこう染み通ってくんだね。ちょうどあの言葉を覚えるんでも、そうお母さんが赤ちゃんに抱いてて、まあ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 って言うから、繰り返してるから、それでああママかということになるわけでね、言葉一つで覚える、この繰り返しが大切なんだ。まあそう思って辛抱していきます。で今度今日のところ、修善は奉行なりといえども、
地にあらず地に知られず、他にあらず他に知られず、自他の知見は地、地に地あり他あり、県の地あり他あるがゆえに、かきかくの活現税、それ日にもあり、月にもあり、これ奉行なり。これね、奉行ってことはね、造作じゃない。だから今言う他との兼ね合いじゃない。つまり自他の関係なし、自他の関係ないんだから、この個人プレイじゃない、他だよ。だからそのさっきも言ったように知るべし、仏法はまさに自他の嫌悪をやめて学するなり、このあれですね、弁道愛が。ところが残念しながらでも、俺ってやつがやまないんだね、みんな。残念しながら、俺もいい境界になってきたね、スカッとしたって、そんなこと考えてるね。これは考え事、妄想であって、残念してんじゃない。座禅の時、自己観察っていうのはこれほど無意味なことはない。俺の座禅はどの辺の境界までやってきたかって、そんなことをね、観察しようと思ってるのがもう座禅していない証拠だ。座禅っていうのは自由三昧だからね、自己切りの自己になる。でその時はもうこの字は自他の剣の病んだ字だからね、自他の剣を超えた字なんだから。で、だからね、悟りっちゅうもの、俺もなんとか座禅して悟ろうって言ったら、もう悟りっちゅう他との兼ね合いになる。そういう座禅は本当の座禅じゃない。まあ、道元禅師の座禅は悟りも迷いも一目に見たところにただ座って、その時ね、地にあらず地に知られず、自分というね意識もなしの自分はどういう座禅をしているかって、それさえも分からない。他にあらず他に知られず、これで結局はまあ沢木老師は、座禅は仏さんの姿と信じてただ座るってね、よく言われた。この結局もう座禅した限りは仏さんの姿ということね。ほら、この仏がまた分からないからそれである結局の話、仏って今自一切自己の自己、それで自自由三昧、これが大切ですね。でその限り、一旦座禅した限り、一切はね、他との兼ね合いの話じゃない。しかしながら他がないって言っても何もないんじゃない。座禅しながらあらゆるこのいろんな思いが浮かんできたり消えていったりとかあるからね、これは自己の風景だ。これをまあ昔の言葉で言えば本地の風光っていかにももったいないって言うけど、結局座禅の風景だ。そういうところに正すわ。それで決して地にあらず他に、地に知られず他にあらず他に知られず、で結局地とか他とかいうのはね、地に地あり他あり、県に他あり、地あり他あるがゆえんと、要するに地県、要するに頭、我々の頭にね、頭が自分だ他人だ、その見方ね、顕著な見方、見方で自分だ他人だっていうのがあるわけだ。でそうじゃない、今そういう頭を手放しにして、で見方を手放しにして座ってんだから、ただそこに生き生きと座るって、これがね、カッカクのカッカチ現世、それぞれ生き生きした生命の実物を生きてる。これはそれ日にもあり月にもあり、これ奉行の結局の話で、
お月さん、あ、お日さんは昼間照らし、お月さんは夜照らすっていうね、これ各株の活言禅だ。この自己切りの自己として、人一切自己切りの自己として、ただやってる。これは お日さんは昼照らし、お月さんは夜照らすっていうんですよ。自己切りの自己やってるわけだね。でただこれ奉行なんだ。で奉行の小刀院もに現状の公安ありとも公安の市場にあらず、公安の苦渋にあらず、さらにこれを本業と言わんよ。この奉行の小刀院もにただやってるっていうね、そのところ、小刀って言ってもね、不小刀と対立しての話じゃないね。全小刀の心なるべしっていう注釈がある。結局その今さっきこの図書いたが、一歳分の一歳、その一歳分の一歳が現れる。みんな思っても思わなくても、信じても信じなくても、受け入れても拒絶しても、みんな誰も彼も一歳分の一歳生きてるんですよ。この一歳分の一歳の生命生きてるんだ。だから一歳分の一歳でないというように言ったってね、絶対事実としてはその一歳分の一歳、ただ頭だけが宙に浮いて一歳分の一のことを考えるんだからね。でこの一歳分の一歳になるがゆえに、一歳分の一歳から外れることはないんだ本当は。そのだから不小刀ってことはない。今この言う小刀、奉行の小刀院文字って言うけど、小刀って言ったって不小刀は本当はないんだ。ああ、これ全小刀だ。そこのところに、しかし深さとして一歳分の一歳をやるっていうことですね。その時に現状の公案ある、今現れるこの一歳分の一歳がという絶対事実が今現状するんだ。一歳分の一歳として今こう行動することによって、一歳分の一歳が現状する。そういう公案というのはね、まあ絶対事実の方向見てるというね。結局思っても思わなくても、信じても信じなくても、絶対事実として一歳分の一歳の生命生きてる。これそういうのは公案、それを今ここで現状する。しかし公案の市場にあるこの絶対事実のね、こうあの絶対事実はね、その決してね音源存没するもんじゃない。隠れたり消えたりね、現れたりなくなったりするもんじゃない。だから今始めたもんじゃないっていうのが公安の市場にあらずですね。じゃあ公安の苦渋かっていうと、久しく重視してるんなら、やらなくても現れてるはずなんだけど、そうじゃないね。今我々その一歳分の一歳っていうのを生きてるんだけれど、そのまんま放っときゃ俺は一歳分の一として頭で行動しちゃうんだから、それで苦渋じゃん。さらにこれを本業と言わんよ。これ本来もうそういうものなんでって言うなら、何も出家して修行する必要はない。本当に修行するって言って、まず頭剃って、そしてあの僧侶に飛び込んで修行するって、これは本業じゃ、本来ある業じゃないんだから、実際にやらなきゃなんないからそうやるんだからね。で左遷の奉行になるといえども、しきたくすべきには、俺普通のねこう造作の
話はこれ私っていう一歳分の一が一歳分の一の悪をやめて一歳分の一の善をやるっていうんだから、これは測ることができる。信託っていうのは測るってことですね。ところが今のあの左善の奉行っていうのは外に向かっての造作じゃないんだ。ただ一歳分の一歳の深さの話なんだからね。だからその測ることはできない。で今の文章をこれ活言税なりといえども引きたくにはあらず、これどうしてもだから座禅してるっていうのに生き生き座禅していてもこれ、ね、俺はいい座禅になったって引きたくこう分かる。そうしたらもう座禅は外れて考え事してると。今座禅しながらいい座禅になったなって座禅しながらそう思っててもさ、そういう